はいどうも、ケンタと申します。今回はですね、ミュウツーの投げについて、実況していこうかなと思います。皆さんはこれ台のあるステージとか、相手のキャラクターが崖端にいるときにミュウツーが相手キャラを掴んだとき、前投げを選択していることはありませんか？これも非常にもったいないんですね。というのも、こういう場面では下投げを選択することをお勧めします。なぜかというとですね、下投げをするとここに台に乗ります。これ台に乗ったキャラクター、これはミュウツーにとって有利な読み合いを仕掛けることができるんですね。例えば掴む、乗る、上スマック確定する。そうすることで前投げよりも高いダメージを与えることができるんです。受け身を取った場合はですね、こういう風に相手が受け身を取りましたと前提すると、次横 B のコンボが刺さります。またその場で受け身を取ったのは4で金縛り入れることができます。これで前投げではできなかった撃墜のタクへと、派生することができるんですね。では、崖端で前投げではなく下投げをする利点は、最速ジャンプまたは最速回避をしないと下投げ食う前が入ることが、多いです。これは確定コンボではないのですが、相手キャラのジャンプの遅さや相手キャラが、最速で回避しなかった場合は空中前攻撃が入ることがとても多い。前投げをしてしまうと、そこからの読み合いはまた新しく一からやり直しの前、読み合いになってしまうので非常にもったいないです。崖端や台の下にいる相手には、下投げをすることはお勧めします。パーセントが序盤の時は前投げでも構いません。 50% 以上ぐらいだったらもう下投げをバンバン狙っていってもいいんじゃないかなと思います。はい、それを、実践した2戦の動画を後付けで、載せますので、よかったらご視聴ください。それではどうぞ。はい、始まりました。今回は、子供リンクとの対戦ですね。子供リンクの対策動画はいずれまたまとめて動画に出そうかなと思ってます。結構悩んでる方も多いし、僕もまだ答えは見つかってないんですよね。まあ批判するわけではないんですけど、オンラインとオフラインの、子供リンクの対策はまた変わってくるんかなと思います。ここはしっかり受け阻止、まあ唯一つながってる、分かってることはこういうふうに、子供リンクの復帰阻止は死ぬ気でいく。まあこれ毎回キャラ対策はもう僕ミュウツーの基本的な軸として、全てのキャラクターは復帰阻止に死ぬ気でいくことが一番大事だと思ってるんですけど、子供リンクもまたそれですねと、まあいい流れで1ストックを取って、最近火力を伸ばすことをよく考えてますね。僕のミュウツーは良くも悪くも4ミュウツーからなんで、もっとSP のミュウツーのコンボをもっと取り入れたいなと思ってます。空中にいたら攻撃が強いですね、子供リンク。この状態でしっかり反射をしていきたいけど、反射で逃げたいんですけど、テレポ前のところを弓矢で当たったりとかね、またいろいろ考えるところがありますね。対子供リンクは難しい。弓矢は当然当たったらダメやし、遠くからは念力巻けばいいんですけど、問題は中距離戦の弓矢ですね。あとガードしたのにガードしてない。これは、空中した攻撃はガードした後空中後ろ攻撃や上スマッシュで確定ですね。ちゃんと取った方がいいです。下投げから読み合いで回避読みの金縛り確定ですね。これは前投げで済むより、下投げでやった方がいい一つですね。うまい、相手方もうまいですね。しっかり読み合いからコンボ、あそこ前投げで終わってしまうとストックを削れきれてなかったので、やっぱり下投げをする方がやっぱり断然いいですね。僕はそう思います。プチンデラ攻撃でこれ受け身見てから下強したんですけどね、スカることが多いんですよね。ここほんと修正してほしい。ここだけ修正してほしい。別に体のデカさとかええから、下強のあれ持続をもうちょっとだけ上げてくれたら問題が解決するのかな。回避見てからしっかり空中後ろ攻撃でバースト。続いては、VIP マッチで遭遇した、リドリーです。リドリー対ミュウツーは、まあ、ミュウツー有利だと思うけど、ちょっとここもね課題なんですよね。対リドリー、いっぺんそれぞれのキャラクター対策をまとめた動画は作りたいと思ってるんですけど、なんせその完璧に対策できてるなって自分の中で思うキャラクターがあんまりいないので、いろいろ動画制作としてはないもんです。横強したシフトが崖つかまに当たるんですね、リドリー。これは復帰阻止いって横からでやりたい。真上から攻撃しようとするとリドリーの羽の威力が強い、判定が強いので、できるだけ横から復帰阻止狙いたいですね。
ちなみに空中ニュートラル攻撃をリドリーの真上で振ってくると上様当たってしまうんで、ちょっと最近考えます。これは相手ガルトを射た時にショートジャンプ念力からの空中前攻撃確定ですね。クッパの横取りのような感覚で駒投げとして使いましょう。その場回避読んで空中ニュートラル攻撃と無かったな。体がでかいキャラにはクエヌが入りやすいんで、嫌なところはしっかりテレポートで逃げる。ここは隙がでかい、横火は隙でかいですね。受け身読んだところ横強置いてるんですけど届かなかったですね。ここは先はあった、これは画面見てないですね。下気泡をヒット確認してからしっかり空中前攻撃を振った方がいいんですけど画面見なかったですね。リップ適当にやりがちないいけないですね。横火が出る前に横強で飛ばしていく。もう相手はバーサバーセンドですね。さあ金縛り狙ってますね俺まあ当たったら勝ちなんでね、狙うのはいいんですけど、お仕置きされるならば金縛りはあんまり役立たないんですけどね。下投げで空中前攻撃当たらなかった場合は移動回避の後隙のせいで空下が確定します。やはり強い下投げ。空中前攻撃当たり安かったかな、今の結構安かった気がする。あの後隙やったら下強からいろいろコンボ入ったはず。対大型キャラはいろんな、コンボが入るので、大型キャラ専用のワウガイ横強下シフト、大型キャラ専用の、専用コンボっていうのは見つけた方がいいかもしれないね。ここから確定ですね。今確定っぽいの多分。しっかりこれは羽が強いんですよね。羽の先端が無敵あるからね。あれどうやって感じあるの。ちょっと対リドリーの復帰阻止はもうちょっと確立させていきたい。もうこれ横スマとかで、今横スマ振ってましたね。横スマでバーストするので相手横スマ振ってくる。早めに逃げる。空中にドラゴン機降りながら、これは？あー、間に合う。間に合わんと、ドラゴン。ジャスガからの横行か。反撃確定。さあ、これがなんで当たったんでしょう。さあ、続いて、てか3回目、最後の試合は、月光がですね。有名な月光がですけども。月光が見えつつ、また難しい方ですね。僕は月光がに、てか月光が今作増えたのですごい。対戦する機会が多いので苦手ではあるけど知らないキャラではないですね。相性的にはビフリぐらいなのかな。ミュウツーがまだちょっとあんまり分かってない。ミュウツーを知ってる月光が少ないっていうのもありますけど、難しいですね。ここはジャンプ読み。でも月光が復帰の時何がしたいか分かっていれば結構対処法、復帰阻止の方法はいっぱいあるので、復帰阻止やりづらいキャラではないですね絶対。これ飛び込んだところに横スマ置いたんですけども意外と間に合わなかった。いい回避。振り向きつかみ意外と掴まれますね。あれ掴まらないかなと思ったんですけど、しっかりこれ金縛り見てから空中前攻撃入れてますね。今横強のチッポが当たったんかな。今見返してみるとわからないこともありますね。対戦時では問題崖ですよね。崖上がるときとか相手の月光河の自由な動きをどう制御するかっていうのが大事ですね。これ当たるんですけど精度が下手ですね。これはジャンプ読みのシャドウボレたんですけどしっかり回避上がりしてきましたね。これ何でも打ってます。ラッキーです。空上は当たらず外にずらしてから空中前動きで暴れ、これはパーセント的に上投げでは知らない。さあミュウツーの上投げが弱くなったのかカエルが重くなったのか、多分ミュウツーの上投げが前作に比べてちょっと重くな、弱くなった。これはラッキーです。相手が空上を出してきたから僕の空下のメテオが当たったという感じですね。まあ人読みですね。ここから受け身見てから対処したかったけど画面見れてなかったと。ここ受け身見てから先端、今のね月光がやからかなと思います。尻尾根元に当たっとったのでした。今日の尻尾が普通は2段空上が当たると思うんですけどね。水手裏剣で流れを崩される。これ空後当たるかなと思ったんですけど当たらなかった。弱辺に漏れてしまってここ下ってます。回転の下ない下スマッシュ、やはり強い。空前見せることもできるし、ああいう風に回避読んで下スマッシュをすることもできるし、下投げがねいい読み合いするんですよね。ミュウツーの結構僕好きな技ですね。逆に前投げそんな好きじゃないですよね。特にいいことない。
これクーしたらしたかったんですけど、間違えて下強出ちゃったんですよね。台から降りれなかった。これ下強で拾えるっていうね、もっと使っていきたいなと思う。月光川の横から あの水流復帰を下強で拾えることを知らない感じが、僕も知らなかったんで、ね、US マイル、これ知らないだけましてですね、死んでたかもしれないですからね。今の村待ちあったから知らなかったのかもしれない。横スマ、これは相手うまいよね。ここで横スマは予想外でしたもん。そこで横スマ打ってくる、打たなきゃダメやったんでしょうけども。ラッキーから熊当たらなかった。一応下から復帰してくる月光外に熊当てようとしたんですけどね。これは空を避けたのを読んで空下ですね。これは人読みですね。人読みというか二段構えですね。というわけで、下投げ解説編でしたね。まあ、今後も、ミュウツーの動画は、出していこうと思っているんですけども、今考えているのは、VIP に上がるための立ち回り講座とか、まあ、いろいろ考えているんですけども、こういう動画あったらええなとか、こういう動画出したら方がええんちゃうけんと、お前、分かってへんなっていうのがありましたら、よければね、コメントの方でちょっとご教授願えないかなと思うので、どんどんコメントお願いいたします。また、悪いところやいいところあれば、これから直していきたいと思いますので、よければ、それも、そちらの方もコメントお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイ。